ここにイオントップバリュー生ハムチーズトマトの冷製パスタがある。本体価格398円だ。デュラム小麦 100% パスタを使用したという商品。開けてみよう。こういう感じだ。自家製とさっぱりソースをかけて召し上がる冷製パスタです。さっぱりソースをかけてみたな。すごいな、トマトも入って、生ハムも入って。まずでは、いただきます。今もね、生ハム全部いった。おいしい。一応先にご紹介しましょう。惣菜です。スパゲティ、こういう風になっております。有成分小麦、大豆、鶏肉、豚肉、リンゴ含んでおります。1個ということでこうなっております。私が食べたのは北上テリカさんのものではございますが、他にも製造しているところは複数、春菜デリ、瀬戸テリカ、阪神デリカでも作っております。美味しいね。やっぱり野菜使ってるから結構短いね。美味しかった。ごちそうさまでした。